今年はサードでの起用がメインとなっている郡司選手ですけれども、新庄監督が今後ですね、キャッチャーとしての郡司選手の驚きの起用プランを明言ということで、こちら見ていきたいと思います。8月28日、郡司選手が今シーズン初めてキャッチャーとして起用されました。今年はサードに定着して105試合トータルで出場して2割6分2厘、ホームランも11本2桁乗りました。100本もヒットも打ちまして、 OPS としても702という成績になっています。まあ、規定乗って現時点ではまあサードの日本ハムのレギュラーと言っても過言ではない位置にいます。まあ、ただここ最近若干ですね、成績が落ちているっていうこともありますし、まあ、他にもこうサードファースト守れるような選手っていうのもいるということもありまして、8月28日はスタメンを外れて8イニング目からキャッチャーとして途中出場という形になりました。まあ、そしてこの8回からのキャッチャーでの出場っていうのが今シーズン初めてのキャッチャーでの出場ということになりまして、まあ、少しファンの方々の中でも話題となりました。まあ、今後郡司選手キャッチャーとしての起用あるのかっていうところがですね、まあ、一つこう疑問に残るわけなんですけれども、新庄監督が明かした今後の郡司選手の起用プラン見ていきましょう。新庄監督は8月28日ですね、試合後このようなコメントを残しました。代打、代走とか使うケースが出てくるので、様々なポジションを守ってもらわないといけないしと、まあ、郡司選手に限らずですけれども、こういろんな選手、いろんなポジションっていうのを、まあ、試合で試せるときにしっかりと試していく必要があるっていうことですね。そしてキャッチャーを守った郡司選手に関しては、郡司くんなんか良くなっていませんかと。投球練習の後のセカンドスローも、まあ、いいボール投げていたと。そして山田コーチも、郡司くんのリードはいいと言っているのでというコメントです。そしてちょっと今タミヤ君が壁にぶつかっている時、まあ、こうした時っていうのは必ず来る。郡司君のキャッチャーで2番として起用するっていうのも面白いかなというふうにコメントしています。まあ、そして1回でもスタメンでマスクをかぶってしっかりと抑えたら自信にもなるだろうしというふうにコメントも出ていることから、まあ、タミヤ選手が7月8月と、まあ、続けて打率としては1割9分台とバッティングちょっと苦戦しているというところがあります。まあ、そういった背景もありまして伏見選手メインということだけでなく、この郡司選手もバッティングを生かして、まあ、キャッチャーで起用していくっていうのは面白いんじゃないかというコメントですね。まあ、郡司選手がキャッチャーに入れるということになると、まあ、第三捕手としても計算できるので、まあ、キャッチャーの経験をこうある程度こう定期的に与えていくっていうところも重要だとは思うんですけれども、まあ、そうしたバックアップのキャッチャーとしての位置づけのみならず、まあ、もしかすると今後スタメンでもこう郡司選手がキャッチャーで出ていく可能性があるんじゃないかというようなコメントになっています。まあ、確かにキャッチャーというポジションはもうタミヤ選手1本で行くとか、まあ、そういったところがこうなかなか固定できるようなポジションではないので、まあ、オプションとして郡司選手のキャッチャーっていうのも今後スタメンで出てくると、まあ、バッティングもいい選手なので面白い起用になってくるかなと思います。以上です。